西洋アブラナは、アブラナかアブラナ族の二年生植物。食用油の原料として、世界中で広く栽培されている。英語では、白菜等の仲間である金塩種ブラシカラパに由来する、ゴレープと表記される。しかし、近年では、レープという単語が持つネガティブなイメージを避けるためか、キャノーラ品種を意味する、ゴキャノーラを、西洋アブラナ全体を指すことして用いるケースが多い。 日本在来種のアブラナとは別種で染色体の数がアブラナの10対に対し19体ある。原産地は北ヨーロッパからシュベリアにかけての海岸地帯で日本には明治時代初期に導入された。早春、堤防や河川時期で開花している菜の花はカラシナであり西洋アブラナではない。草丈は30から150センチメートル。類似の西洋カラシナとは 傭兵がなく茎を抱くことで見分けられる。在来種とは、歯が厚く茎が粉っぽい白身を帯びていること、花が大きく学片が開かず斜めに立ち上がり花びらに接していることで見分けられる。ゲノム構成は、ブラッシュからパトや生活乱のゲノムを2セットずつ持つ、服に媒体である。収量が多いため、油や肥料の原料として、全国的に栽培が奨励され、 有料系植物としてはほぼ在来種に置き換わっている。種子は黒く、在来種の赤種に対し黒種と呼ぶことがある。食用にもなるが、在来種より硬い上成長した葉は、老質のお白いで覆われ、食べられるのは芽生えて、すぐの部分に限られる。新摘みな、かぶれな、野良防災などが野菜利用例とみられ、知名度の高い、見えな花も、食用に選抜された、西洋アブラナである。 日本国内の栽培面積では北海道が最大である。中でも空地地方が特に多く、作付け面積で日本一の滝川市のほか、近年は岩見沢市と美梅市もそれに迫る勢いで栽培が増えている。ついで、青森県が多く、戦術の滝川市と作付け面積日本一の座を長年競っている横浜町が有名。 このほ秋田県や福島県も作付けが大きい。菜種が農業者個別所得保障制度の戦略作物に指定されたことにより、2010年より全国の生産量が報告されるようになった。日本国内の主な食油用向け品種は以下の通りである。浅香の菜種は日本初のムエルシン産品種として、菜種農林46号と命名認定された。つまり、 それ以前の農林45号まではエルシン酸が含まれている品種であり、食油用には適さない。また、七遥かは農林50号であり、現段階で菜種の51番以降の農林番号品種はない。朝霞の菜種及び木崎の菜種は、品種登録期間が終了し、知的財産権は存在しない。品種名が付してあっても、由来のわからない種子を購入。 使用して病害を発生させた例がある。日本は、ナタネ油原料として、カナダから消費量216万トンの99%以上を輸入している。カナダでは、遺伝子組み換え品種が優先しており、日本の消費者の関心が高い。油中の植物は、交雑しやすい性質を持ち、同種はもちろん多種の花粉でも受粉し、結実する傾向があるが、 交雑植物体は不燃であり、組み換え遺伝子が永続する心配はない。したがって、精油のため輸入された除草剤耐性性用油菜が野生化し、その花粉による他の油菜か野菜類への影響が指摘されているが、市民団体による調査でも得られた組み換え植物は、お知種からの発芽であり、組み換え遺伝子が永続している例はない。カナダなどで、 非 GM 作物を生産する農場に GM 作物が侵入し訴訟になっており品種の維持管理ができない農家側の敗訴の例が多い。欧州連合の欧州食品安全機関は GM な種のこぼれ落ちを科学的にレビューした結果固有の環境リスクは認められないとする論文を発表した。カナダ等の農場内の野良製 GM な種は臨作体系において イネ科植物の栽培に用いられる、除草剤 MCP ソーダジオにより根絶される。また、組替な種由来の植物油に対する人体への健康被害等は全く報告されていない。カナダでは、組替、キャノーラ油は健康油として利用されている。チェルノブイリ原子力発電所事故のホットスポットである、ウクライナジトームイル州のナロジチ地区では、日本の NPO 法人により、 タ種を栽培して放射性セシウム及びストロンチウムを除去する試みが続けられている。ありがとうございます。